Hallo und herzlich willkommen bei Wie hacke muss ich sein in Samurai Maiden. So, wir sind bei den Blubble Counters Part 2 und haben jetzt something unexpected. Are? いきなり変な場所に出ちゃったね。エヨちゃんとゴミミちゃんが見えない。鋼さん、もしかしてここって例のあれかな。ええ、この場にいるのは私たちだけのようね。おそらくここも泡沫空間の一つだと思うわ。つむぎちゃん、くれぐれも私から離れちゃダメよ。脱出するまでお姉さんがあなたを守ってあげる。うん、ありがとう鋼さん。とはいえ、せっかく二人きりになったわけだし、進みながら私とお話でもする？そうだね。ただ出口を探して歩いてるだけってのも退屈だよね。うんうん。じゃあ話題だけど、あ、そうだわ、つむぎちゃんはこっちの世界にいきなり連れてこられて困ったことってない？え、話題って私のこと？そう、よかったらお姉さんが相談に乗るわよ。不安なこととか愚痴とか言いたいことがあれば何でも。え、愚痴ってもいいの？そりゃあるといえばあるんだけど。うんうん、溜まってるなら吐き出してみて。これは私にしかできない役目だからってのは理解してるし、ちゃんと割り切ってもいるんだけど、さすがにいろいろ思うところはあるんだよね。あら、まあそうなのね。じゃあお姉さんがいくらでも聞くわよ。一つずつ話すだけでも少しは気持ちが楽になるんじゃないかしら。ふう、鋼さんの優しさがマジでしみる。嬉しいよ。大げさよ。私にできるのはこうして耳を傾けることくらいだから。それでもめっちゃ嬉しい。じゃあ遠慮なく話しちゃおうかな。ええ、いいわよ。お姉さんがドーンと受け止めちゃう。いろいろ言いたいことは山ほどあるんだけど、まずは説明ゼロでいきなり別世界に連れてくるのはさすがにどうかと思うの。そうね、つむぎちゃんからしてみたら確かにそうなるわよね。調律の巫女だとか運命だとか言われても、私実際は何の取り柄もない JK なのに。取り柄がないだなんて思わないけれど、とにかくつむぎちゃんがやるせないって思う気持ちは伝わってきたわ。うん、1ヶ月前とかせめて1週間前とか、事前に説明を受けてから心の準備をしたかったっていうか。事前説明なしで来たんじゃ本当に辛かったでしょうね。つむぎちゃんにしてみたら突然のことだったものね。うんうん、分かってくれる人がいて嬉しいよ。スマホが使えないからいつも見たく SNS で気軽に愚痴れないし。そうね、気軽に気持ちを吐き出せないと苦しいわよね。ストレス発散するにもウィンドウショッピングも無理だし、大好きなクレープだって食べらんないし。前向きに頑張ろうって思ってはいるけど、魔王復活を阻止とかわかんないことだらけで、すっごく心細くて。はぁ、うんうん、自分が好きなこともできないならなおさらよね。他に何かしてみたいことはあるの？友達とたくさんおしゃべりしたい。あ、そっか、私こうやって誰かに話を聞いてもらいたかったのかも。そう思ったから聞いてみたのよ。つむぎちゃん、辛い時は我慢しなくていいのよ。そうやってちゃんと言葉に出して溜め込まないことが大事だと思うわ。
鋼さんだってこの世界に連れてこられた被害者なのに、こうやって私の心配までしてくれるなんてほんと優しすぎる。ほろっときちゃうよ。うん、私は紬ちゃんと違って事前に説明されてきたから、どちらかといえば被害者ではないわね。あ、雇い主がどうとか言ってたよね。ええ、私はお仕事でここへ来たから、いろいろ覚悟はできてるのよ。そうじゃないのに調律の巫女として頑張ってる紬ちゃんは本当に偉いわ。うわっ、鋼さん、なんで急にギュッと。紬ちゃん、いい子いい子、お姉さんがたっくさん褒めてあげる。いいよ、そこまでしなくても。抱っこされて頭なでなでとか、ちっちゃい子供じゃないんだから。あら、こういうことされるの嫌だった？なでなではやめておく。いやじゃないけど、さすがにちょっと恥ずかしいかも。人に見られたら気まずいっていうか。別にいいじゃない、誰もからかったりしないわよ。それに今は私と二人だけでしょ。ってことで、なでなで、つむぎちゃんはいい子いい子。あ、やば、めっちゃ癒される。ちょっとハマりそうかも。恥ずかしいのに。真っ赤になってかわいい。いいのよ、たまには子供みたいに甘えても。大きくなっても誰かに甘えたい時はあるものね。辛い時ならなおさらだわ。うん、そうだよね。たまにはこれくらいしてもらってもいいよね。うんうん、いいと思うわ。誰だって心のケアは必要でしょ。うん、それまさに心のケアって感じだよね。じゃあせっかくだし、もっとつむぎちゃんを甘やかして。あれ、鋼さん急に黙ってどうかしたの？ごめんね、一旦離れるわね。どうやらお邪魔虫が出たみたい。あ、もうせっかくつむぎちゃんが甘えてくれてたのに。さっさと片付けてお姉さんと続きをしましょうか。鋼さん、よろしくね。いつでも呼んでちょうだいね。しっかり見極めないと。その調子よ。向こうに何かあるわね。
たよ。次に進むわよ。このまま進むわよ。くらえ！Eine ziemlich stille Folge, weil, ne? Aber jetzt haben wir auf Fergana eine neue Waffe. Wir werden die bald ausprobieren. Puh, 片付いたみたいね。まったく、無粋なんだから。わあ、鋼さんの攻撃って相変わらずすごいな。という間に片付けちゃった。まあそのために作られた体だものね。つむぎちゃんが無事でよかったわ。うん、おかげさまで。鋼さんってやっぱり強いね。でもからくりの腕って見てて気持ち悪くない？え、なんでそんなこと言っちゃうの？もっと自分に自信持っていいのに。そう言われてもこんなにいびつでゴツゴツしてるし可愛くないでしょ。戦ってるのを見ていたら普通は怖くないかしら。ううん、そんなことないよ。鋼さんのその腕はかっこいいしすごいっていつも思ってる。鋼さんってすごく優しくて大人で頼りになるし、その上めちゃくちゃ強いんだもん。そのからくりの腕があってこその鋼さんだと思う。そうかしら。そんなこと人から言われたのは初めてだわ。怖いとか似合ってないとかは時々言われたけど。じゃあ
そういった人はきっと見る目がなかったんだよ。つむぎちゃんってば、褒めすぎよ。お姉さん恥ずかしくなっちゃうじゃない。私ってばダメね。ちょっと褒められただけでこんなに浮かれてしまうなんて。お姉さんらしくしっかりしないと。ううん、優しくて強いお姉さんなのに褒められて照れちゃうとか、むしろギャップ萌えだよ。ギャップ萌えってどういう意味かしら。意外性があって可愛いって意味。鋼さんって可愛いよね。え、可愛いですって。そんなこんな私が可愛いとか、あ、そんな、やだ、頭部の熱が上昇してきちゃう。恥ずかしくて体温の制御ができなくなりそうだわ。鋼さんめちゃくちゃ照れてる。いつもはクールで余裕たっぷりなのに、そんなとこも可愛い。もう、つむぎちゃん、お姉さんをからかわないの。本気にしちゃうでしょ。でも実際に可愛いよ。なでなでしたくなるくらい可愛い。あ、せっかくだからさっきのお返ししちゃおうかな。えい。するとすごく柔らかいね。それに真っ赤になって照れて可愛い。ってことで次はお返しのなでなでするね。鋼さんも可愛い可愛い。抱きしめるだけならともかく、頭までなでなでされたら恥ずかしいわ。これはさっき鋼さんが言ってた心のケアだよ。ケア。それは自分がするのはいいんだけど、されるとムズムズしちゃう。私もそうだったよ。でも気持ちよかったし、鋼さんにもしてあげたいなって。あの分かったから、なでなではもう十分だからね。大きくなっても甘えたい時があるって鋼さんも言ってたじゃない。というわけで却下です。なでなで。あ、髪の毛もサラサラで気持ちいい。いや、そんな優しくなでるのは反則よ。お姉さんにすることじゃないわ。とか言いつつ、鋼さんも気持ちよさそうにしてるよね。そりゃ優しく撫でられたら嫌な気持ちになんてならないわよ。恥ずかしいだけで。じゃあ、オッケーってことだね。もっと撫でちゃおうっと。撫で撫で撫で。私がつむぎちゃんを甘えさせるつもりだったのに、すっかりやり返されちゃったわ。さっきので鋼さんから元気をもらったから、本当に私からもお返しでやりたいなって思ったの。お返しなんて気にしなくてよかったのに。私はただ頑張るつむぎちゃんを純粋に応援したかったの。そんなのお互い様だよ。こっちに来てから不満や不安はあったけど、それだけじゃなかったから。つむぎちゃん、知らずに連れてこられた場所だったけど、私は一人じゃないんだって思えたから。みんなとも会えたし、鋼さんにもこうして優しくしてもらえたしね。それが何より嬉しかったんだよね。これからもっと大変になるかもだけど、鋼さんたちと一緒なら頑張れるって、そう確信したよ。そう、よかったわ。
つむぎちゃんからその言葉が聞けて私も嬉しい。うん、これからもよろしくね、鋼さん。ええ、つむぎちゃん、こちらこそよろしくね。さ、そろそろみんなも心配してるだろうし、また出口を探そっか。そうしましょう。Ja, wir haben gut von Kumimi zurückgelernt, quasi zurück auszuteilen.